べて痩せるダイエット食材トップ3お伝えしていきますね。この動画をご覧いただきますと、あなたが普段召し上がっていらっしゃる食材をこの食材に置き換えるだけで美味しく食べながら痩せることができるんですよ。今回は業務スーパーさんで選んできました。動画の最後にその食材ランキング形式でお伝えしてまいりますので、ぜひ最後まで楽しみにご覧くださいね。このチャンネルではこのようなさまざまな腸活法をあなたにお伝えしております。あなたの腸活への一歩があなたの明日を変えます。あなたが継続的に健康的で綺麗に痩せるをチャンネルを通じて応援しております。ぜひ高評価ボタンやチャンネル登録、そして LINE 登録していただきますともとっても嬉しいです。今 LINE にご登録いただきますと、私が取り組んでおりますこの腸活ダイエット、あなたにもすぐ取り組むことができる動画を無料で4本プレゼントさせていただいております。ぜひそちらの動画もお役立ていただければと思います。それでは早速本題に入ってまいりましょう。では一つ目の項目です。なぜこの食材に置き換えるだけであなたは美味しく食べながら痩せることができるのかというその理由についてですね。それは2つあります。1つ目はあなたの腸内環境が整うからなんですね。あなたがもし健康的で綺麗に、そしてダイエットに成功して、このままリバウンドなしでいきたいんだって思いがありましたら、まず何をすればよいかというと、あなたの腸内環境を整えることがね、もう最優先になってくるんですよ。以前の私もねそうだったんですけれども、腸内環境が悪いままなのに決して健康になったりですね、また風邪にひきくなったり、そしてもしてはその痩せるなんてですね、長期的にはできないですよ。あなたのまず腸内にいる痩せ菌と呼ばれる善玉菌をとにかく増やして、こう元気いっぱいにしてあげないといけないわけです。逆にそうなればあなたはダイエットに成功して、あなたの理想の姿をこう手に入れることができるわけなんですよね。そこで今回ご紹介する食材はそういった腸内環境に負担をかけないものだからというところが大前提になります。そして2つ目です。その腸内環境に負担をかけないためにはとても大切なことがあるんですよ。それがですね、無添加であることなんですよ。もしあなたがですね、普段手に取って購入しているその食材の裏面を見て、その原材料名をチェックしてみてください。そこにもし調味料カッコアミノ酸などと書いてあったり、例えばパッケージに糖質ゼロとかノンシュガーカロリーオフですなのに甘くて美味しいですみたいなものというのはですね、添加物なんですよね。この調味料カッコアミノ酸などというのは実は化学調味料です。いろんなものに入ってます。もうありとあらゆる食材にですね、もう入っていない方を見つけるのが難しいぐらいこちら入ってます。ただしそのようなものをですね、あなたがそのカロリーが例えば低いからとか、そういった理由で買ってしまっていたとしたら、あなたの腸がですね、ものすごくダメージを受けるんですよ。腸もそうですし肝臓もです。この2つの臓器が主にやっぱり元気ではないと痩せることができないんですよ。ですから私が今回この動画でお伝えする食材に置き換えられると、こういったものが一切入っていないものですから、ぜひ楽しみにお待ちくださいね。ではここから2つ目の項目に移っていきましょうね。一体何を食べれば痩せることができるんでしょうかということで、今回は腸内環境が整うから、そして無添加だからでしたが、具体的にもっとですね、深掘りしてあなたに覚えていただきたいものがあるんです。まあ、いろんな添加物あるんですけれども、もうどれも悪いんですが、もうワースト1位と言っていいものがあります。それがトランス脂肪酸です。必ずこのトランス脂肪酸が入っていないものを選んでくださいねということ、もう私もとにかく極力ね気をつけてはいるんですけれども、騙されてはいけませんよ。原材料名にこのトランス脂肪酸なんてちゃんと書いていませんからね。その代わりにどんなものがこのトランス脂肪酸が入っているのかということをざっと見ていきましょう。マーガリンです。ショートニング、ファットスプレッド、植物性油脂、植物性食用油脂、加工油脂、食用生成加工油脂、加工油、加工脂、まあ、こんな形で
ずらーっと書いてあるね食材が多いんですよね。そういったものにこのトランス脂肪酸が入っています。トランス脂肪酸というのはもう食べるプラスチックなんて呼ばれてるぐらい非常に健康も害しますし、そもそもあなたのダイエットの敵、まあ、邪魔になってしまうものですから、ぜひこの項目1番と2番でお伝えしたものが入っていないものを選ぶようにしていきましょうね。ではここからいよいよ3番目の項目です。どのようにその痩せる食材を取って良けば良いのか、その種類トップ3ランキング形式であなたにお伝えしていきますね。ではまず今回業務スーパーさんで選んできました痩せる食材トップ3の3位はこちらです。ライスペーパーになります。もちろん小麦グルテンフリーの皮ということになるんですよね。でこちらはですね、1袋あたり 100g 入ってまして、原材料名はタピオカ伝粉、米粉、食塩のみで完全無添加でできています。でこちらは原産国はベトナム産になります。私ですね、実はベトナム料理大好きなんですね。その、まあ、今はね大分県の温泉県、まあ、別府市にね暮らしているんですけれども、こちらに移り住む前は福岡県にいました。で私の実家が福岡なんですよね。その福岡の、その博多駅の近くにあの有名なベトナム料理店があって、南十字星っていうねあの料理屋さんなんですけれども、もちろんそのベトナムの方がですねご家族で経営されていた、そこのですね生春巻きがもうめちゃくちゃ美味しかったんですよね。もう今でももう食べに行きたいぐらいなんですけれども、もうそのですねご家族が作ってくださる生春巻きがすっごく美味しくって、もう今でも覚えています。でこのよく春巻きなんですけれども、いかがですか。これをですね、例えばあの春巻きの用の皮って小麦でできてるんですよね。でこちらはそうではなくてお米でできてますよね、ほぼ。そこがポイントなんですよ。その小麦っていうのがですね、残念ながらね太ってしまうんですね。ちょっとその効果をお伝えしていきますよ。小麦というのはもともとそのこのライスペーパー、お米と小麦だと比べるとですね、やっぱりお米で作ったこういった皮の方がカロリーがそもそも低いんです。でしかも今回お伝えしたこの商品は無添加ですよね。腸内環境に負担をかけないということ、そして脂質が非常に低いんですよ。プラスその小麦っていうのがですね、もう残念ながら太りますし、しかも小麦の中にあるグルテンっていうのが非常に良くないんですね。これはもう麻薬と一緒で依存性があるんです。でしかもですね、ちょっと研究結果によりますと、このグルテンを取り過ぎてしまうと、その麻薬をその通った時と同じような症状が出るって言われてるんですよね。何かっていうと、えらい興奮したりとかイライラしたり怒りっぽくなったりっていうのがあります。で研究結果にもこの小麦をちょっと何週間やめてみたお子さん の、 その怒りっぽさとかイライラがなくなったっていう、そのデータもかなり出ていると言われているぐらい、やはり残念ながらこのグルテンってかなり良くないものになるんですね。しかもこのグルテンっていうのは、あのまあ語源がこうグルーから来てるっていうことは、海苔ですよね。グルー、海苔です。こうベタッとこう粘着質なわけですよね。あのあなたもねご経験あると思うんですけど、いかがですか。ホットケーキって作ったことありますよね。ないですっていう方はね、まあ、なんとなくイメージしてくださいね。パンでもいいですよ。そのホットケーキミックスで作ったその素って、まあ、ボウルでこうかき混ぜますよね。そしていろいろ焼いて使い終わった後、さあいよいよこのボウル食器を洗おうと思った時に、そのボウルのヘリにこうベタッと張り付いて、なかなかその水だけ流したところでこう落ちないじゃないですか。ベタッとくっついてて、あの状態があなたの腸内で起こっていると思ってくださったら分かりやすいと思います。それほどこのグルテンという成分がですね、あなたの腸内の腸壁にこうベタッと張り付いてね、もう離れるもんかみたいな感じでいつまでも居続けるって言われてるんですよね。そうすることで腸の粘膜が炎症を起こしてしまって、その肥満の元と言われているそのサイトカインという物質がどんどん、まあ、タンパク質の一種なんですけども、どんどんこの、まあ、デブ成分がですよ分泌されていくっていうことになってしまうんですね。なので小麦の中に入っている主にこのグルテンを取ってしまうことで、あなたの腸内のその腸壁の粘膜が炎症を起こし、しかもいつまでもそこに張り付いて離れない、あのホットケーキのね作ったボールと一緒ですよ。なかなかこびりついて落ちないって
なりますよね。何もしない限りはもう本当に逆さにしちゃって落ちないと思うんですよ。あんな状態でとにかく居続けられると、その炎症を起こしてその肥満の物質が出てしまって、あなたはどんどん太ってしまう。でしかもこれは依存性がありますから、麻薬と一緒でですね、小麦を食べ出すともうなかなかやっぱりやめることができない。でまたイライラする、太るイライラするの、そのもう負のこうスパイラルですね、どんどんあなたが陥ってしまうっていうね、麻薬と同じぐらい怖いものなんだなっていうのを認識しておかれると良いと思います。その時にやっぱり小麦でできた春巻きでの皮で作る春巻きよりも、こちらのお米とかタピオカ伝粉ですね、こういったものできてる方が明らかに影響は少ないということになるんですね。でこのまたライスペーパーの良いとこは、こちら作り方も載ってるんですけど、先ほどご紹介したあの南十字星さんというね、ベトナム料理店もそうだったんですが、とにかくヘルシーなんですよ。あの具材がもう本当にこう生野菜と、あの茹でたエビとかレタスたっぷり、きゅうりたっぷりみたいなのを、その何でしょう、タレじゃなくてソースでちょっとつけてね食べるんですよ。めっちゃくちゃ美味しい。シソとかも入れたらめっちゃ美味しいんですけれど、私大好きなんです。でただこれですね、ライスペーパーって結構破れやすいので、取り扱いには気をつけてくださいね。こうしっかりそーっとこう水で戻して、そーっとね、あのキッチンペーパーで拭いて、まあ、巻いて食べるんですけれど、あの取り扱いは注意になりますので気をつけてください。私もね、あーもう破けたとかねなるんですけど、あの本当薄くて繊細ですので気をつけてくださいね。ただ一つ食べ方の注意があるんですけれども、そのつけるソースが問題。市販のドレッシングですと、もう添加物がたっぷりでしたり、余計なお砂糖とか甘味料がもういっぱい入っているのでおすすめできないですね。そこで私が別動画でお伝えしております痩せるドレッシングということで、あのリンゴ酢を使ったドレッシングでしたりとか、オリーブオイルのドレッシング、いろんな動画であのドレッシングもご紹介しておりますから、ぜひこの動画を見終わった後にご興味がありましたら、手作りドレッシングもチェックしてみてくださいね。もう腸活ドレッシングですからおすすめなんですよ。そしてもう一つ食べ方注意です。こちらはもちろん小麦に比べればカロリーも低くって質も低くっていいんですけれども、やっぱり米ですからね、糖質は多く含まれている方なんですよね。なので食べ過ぎには注意ですよということと、やはりいろんなお食事の一番最初に食べるのは避けた方がいいです。いろんなものを召し上がった最後あたりに、やっぱりこちらのお米できたようなものは召し上がってくださると、血糖値を急上昇させずに、その間あなたの脂肪を溜め込まずに済みますから、いきなり空腹時にこういったお米とかですね、これライスペーパーをバーッと食べてしまうと、一気に血糖値が急上昇してしまって脂肪がどんどん溜め込んでしまいますから、もうそこだけはね注意してください。もうついつい美味しくてね、一番手がこう先に伸びてしまいがちなんですけれども、お野菜も入ってますしね、でもですよ、お米ですから、その点だけは注意してくださいね。ではどんどん参りましょう。第2位はこちらです。はい、こちらは、カラココナッツウォーターになります。こちらはですね、いろんなココナッツウォーターってありますけれども、完全無添加なんですよ。原材料名はなんとココナッツのみでございます。これはもう安心ですよね。私いろんなココナッツウォーター手にしていろいろ見たんですけれど もうとにかくですね、もう人工甘味料とかお砂糖とか、あと香料とか、もう中にはですね、こう、まあ、保存料とかですね、腐らないために保存料とか、あと pH 調整剤とか、もうなんでこんなに入ってんのってね、すごく悲しくね、まあ、手に取っては戻しのこう繰り返しだったんですが、やっと見つけたのがこちら業務スーパーさんで見つけたこちらのカラココのココナッツウォーターなんですね。 100% ココナッツウォーター 250ml 入ってます。でこちらはですね、ココナッツウォーターってよくこうリゾート地とかでですね、本当にそのもうあのココナッツの実から飲むようなものとかね、イメージされる方も多いと思うんですけども、まあ、あんなのねいいですよね、リゾート地ね。そういったところで、まあ、飲まれることが多いんですけれども、あの簡単に気軽にこのように手に入ります。でココナッツウォーターというのは若いココナッツの実から取れる果汁なんですね。そして天然の電解質をですね含んでいるので、
実はですね、スポーツドリンクの代わりとしても使える優れものなんですよ。電解質ですからね。なのでただこれだけではスポーツ飲料としては足りないのがあります。なので私のおすすめはこのココナッツウォーター 100% 原液に良質のビタミン、ミネラルが残ったまんまのお塩をですね、ちょっと一つまみ入れていただいて、でちょっと飲みにくいなってことであれば天然の 100%、 これまた無添加ですね、蜂蜜やメープルシロップもいいかもしれないですね。そういったもの、人工甘味料じゃないものをこう入れて混ぜていただくと、もう立派なスポーツドリンクに早変わりしますから、ぜひお役立ていただきたいと思います。でこのココナッツウォーターというのはミネラルも豊富なんですけれども、なんとカリウムがですね、麦茶の38倍も入ってるんです。ということはどういうことかと言いますと、あなたのむくみをですね、改善してくれる飲み物なんですよ。だってね、せっかく痩せたのにむくんだままだったら悲しいじゃないですか。なんかこう見た目変わんないってね、嫌ですよね。もう絶対嫌だと思います。その時にこのカリウムの力を借りてむくみ改善ができる。でそしてまたですね、消化酵素を補う力もあります。でこの酵素って大事なんですよ。酵素がないと私たち死んでしまいますし、そもそも食べたものを代謝することができないので、もうとんでもないことになるわけですよね。その時に消化に酵素をたくさん使ってしまうと代謝酵素に残せないから、それってすごく損なんですよね。だって消化するだけで使い切ってしまったら、代謝の酵素がないということはいかがですか、太ってしまいますよね。そこでこのココナッツウォーターでその消化酵素を補ってくれることで、痩せ体質へと近づくことができますよということです。で最後はまた繰り返しになりますけども、スポーツドリンクの代わりにも丸ですので、ぜひお子様にそういったこう添加物がたっぷりのスポーツドリンクを持たせる代わりに、今すぐですね、こういった、まあ、もちろんココナッツウォーターじゃなくて天然水でも、先ほどお塩とレモンとかね、あ、ごめんなさい、お塩とレモンです、ごめんなさい、つけたしいですか。スポーツドリンクで作るときは、そのこういったココナッツウォーターとかお水プラスレモン果汁、これも無添加でお願いします。レモン果汁とお塩と蜂蜜を入れてください。そうそう、すいません、レモン忘れてました。大変、レモンも大事ですよ。なのでそういった形で置き換えていただくのも丸ですので、ぜひお役立てくださいね。ではいよいよここから第1位お伝えします。第1位はこちらです。大豆の水煮、国産大豆 100% 遺伝子組み換えではありませんということで、今回はこの水煮の大豆を選びました。でなぜかと言いますとですね、もうまずはこの大豆というのはあなたの腸内環境を整えてくれる食材であるからなんですね。なぜかというと食物繊維がたっぷり含まれているので、あなたの腸内にいてくれているその痩せ菌と呼ばれる善玉菌の餌となって、その菌が増やすことができるんですね。なので自然とあなたは根本的に痩せ体質になることができるというわけなんですよ。でしかも私たち女性にとって一番嬉しいのがこの大豆がですね、私たちが年々年を重ねると減っていってしまうあれです。何でしょうか。それは女性ホルモンなんですよね。もう私も今ねアラフォーですけれども、もうね、だんだんこの女性ホルモンの分泌量がこう減っていく一方なわけですよね。そうするとどんなことが起こるかと言いますと、こちらです。主にエストロゲンっていうホルモンになりますけれども、まずこの女性ホルモンのエストロゲンが出ていることで、私たちは脂肪を燃焼してもらったり、内臓脂肪の蓄積を抑えてもらったり、悪玉コレステロール値を下げてくれたりっていう、こんなにですね一生懸命に働いてくれているホルモン、もう大好きですよね。だってこんなにいい働きしてくれてたんですよ。ところがこれが減るとなったらどうでしょうか。今まで通り暮らしてるのに、食べているのに、なんで最近太ってきたのかなっていう一つの原因はこのホルモンが減ってるからなんですよ。永遠じゃないんですね。でもここで諦めたくないですよね。だって女性ですもんね。やっぱりこういった効果は欲しいわけです。その時にこのエストロゲンと同じ働きをしてくれるのが何かと言いますと、この大豆が持つイソフラボンなんですよ。ですからもうとにかくこの植物性のタンパク質でも本当に一押しは大豆。
製品になりますから、しかもこれ無添加なんですよね。よくこういったお豆のこういったパックになっているものって甘い味付けがしてあったりとか、その保存料が入ってたり pH 調整剤が入ってたり、その添加物がいっぱいなんですよね。ところがこの水には原材料メガ大豆国産と食塩のみでできていたので、もうバッと手に取ってですね、よかったって、これだったら何も入ってないってあなたにお伝えできると思って、もうニッコニコでですねレジのカゴにね入れたんですけれども、やはり私たちが痩せるためにはこういった力を借りる必要があるんですよね。でまたタンパク質を摂ることであなたの代謝が上がります。大豆を食べるだけで運動もしなくても代謝を上げることができるんですよ。これってすごいでしょ。なぜかというと、このタンパク質があなたの、肝臓、要は臓器の元になるからなんですよ。この臓器ができる元のタンパク質が不足してしまうとどんどん太るんです。ですから積極的に良質のタンパク質は食べた方がいいんです。適量ですね。ですから今回第1に選んだ理由としては、女性ホルモンの代わりになってくれるものがあるから、そしてまた腸内環境を整えてくれるから、結果トータルであなたが痩せ体質になるためにもベストだなと思ってこの食材を選んでみました。さあいかがだったでしょうか。今回この動画であなたにお伝えした内容は、あなたが普段召し上がっていらっしゃる食材をこういった食材にシフトしていくことで、あなたの腸内環境が整って結果こう根本的な痩せ体質に生まれ変わることができるんですよっていうお話でした。ぜひ今から早速お役立ていただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。